これ悪質ですね。悪質だね。めちゃめちゃあるね。はい、多いな。転職は控えてください。あなたの大切な家族を守るため、感染防止にご協力をお願いします。これどういうことなんですかね。なんか西側橋港の関君が話したさっきこれ柔軟だよね、これこれ。そうだよ、今日はあのハロウィンとかでハロウィンのゴミとかそういうのをね拾ったりしてる人がいたんでね、昔やってたっていうことで、ちょっとなんかたまたま見かけたんで、はい、一緒に掃除しましょう。はい、結構ね、多いね。はい、ありがとうございます。空き缶もね、お酒の缶、時刻8、9時ぐらいかな。はい。はい、今、9時前の、県庁通りだね。これもね、レジ。はい、ここがまあストリートですね。あのマッサージとかねあったりとかするエリアなんですけども、まずね R、 意外と結構行く場所あるんだね。基づく時短要請をしています。夜間の不要不急の外出、飲酒を伴う会食は控えてください。あなたの大切な家族を守るため、感染防止にご協力をお願いします。まあなんか牛丼食ってたりねした人とかいたけど、でも若い子が全てじゃないよね、かっちゃん。はい、なんだろうな、普通のおっちゃんたちとかも、はい、普通に食べてて、若者を責める、まあ、僕もなんだろうな、まあ、20代とか30代、同い年の人が、まあ、やってんのかなと思ったら、そうじゃなくて、まあ、大人が、大人っていうか、まあ、40、50とか、まあ、それ以上の人が、やってるというか、多いよね。まあでも大体1時ぐらいかな、なんか感じ的には、雰囲気は。まあ、当然ながらのね、ガールズバーとかやってるみたいですね。まあ20時までだもんね。はい、あー、集金のやつね。
っぱり。こっちは普通の、ね、もうこの9時の段階からね、増えてくるわけですよ。はい、はい、でまあね、やっぱここ多いな。あるね、今日も多いな。この通りは、花のね、こんなとこに、ああ。イオンの前多いな。人多いね。でもそこら辺 なんだろう。これ結構重量が、なんだと思う、これ。はい、かっちゃんありがとう。はい、ありがとうございます。ね、まあでも
コロナが、まあ、そういうのあるから、なんだろうな、あんまりその人がいるところでゴミ掃除できないから、だからちょっと、まあ、離れた位置だったけど、まあ、これだけね単純ね、まあ、ファンとかとか、まだお酒ちょっと少ないけど、やっぱね夜飯的なねあったりとか、まあ、これから多分どんどん増えていくんだろうね、感じ的にね。なんかめちゃめちゃおったよね、ヤンキーみたいなね。そうですね。うん。ステン。ちゃんお疲れ様でした。お疲れ様です。どう、なんかやっぱ久々に岡山出てきて。いやでもまあ治安悪くなってましたね。ねえ、なんかめちゃめちゃなんかヤンキーがいてね。はい。多分あれねえ、なんか普通の服着て。まあね、はい、やってたら多分なんかいろいろ言われそうよね、色ってかいじられそうよね。そうですね、うん、ゴミ投げられたりね、はい、でも今日でさえちょっとガン見されてた感はあります、ね、うん、だからねやっぱりしっかりね対抗していかないとだけどガン飛ばし返しますかいやでもねすごいなと思って、無法地帯に近かったよね。若い子がね多かった、まあ、まあこの時間帯はねこれがラストでしょ、最初で最後でね、だいたい早朝が多分一番いいと思うね。今日は終わりましょう、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます、旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、おるいコマンドのブロックスライチャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも